半前は先生です。パルコニー住宅ですねの間取りを今設計中でして、坪単価やっぱあの140万と、まあ、高級なんです、最高級なんですけど、これに対するね、私の方のこちらに建てるね土地ですね、ひそさから建てられるパルコン住宅のですね、設計ということで、建てたいなということで、どういう間取りがいいかということですね、それをねちょっとちゃんといろいろ作って計画して建てないといけないということですね。でこちらは私の今の住んでる土地なんですけど、ここにいっぱいにね土地いっぱいに建てるということで、少しこういうふうに三角はあるんですよね。でここからここは1メートル以上は開けないといけないということでね、非常にギリチョンなんですね、ここの境界線からね1メートル以上で、ここは高くなってる道路なんですね。ここから降りていくんですけど、屋上がを全部ね駐車場にしようじゃないかということで、ちっちゃな土地にいっぱいに平屋ね、足が悪くなっちゃったもんですから、平屋ですね、平屋の住宅ということでね、足が悪くなっちゃったもんだから、こういうふうな土地のね、寸法なんですよね。で今いろいろと何十個も何個かな、今ファイルでかなりこんなに図面引いてんですよ、間取りね。で一からやってるんだけれども、もう30ぐらいになりますね。これは必要ないね、同じ数字なんだけど小文字書いてあるんだよね。小文字でいこうと思ったんだけど、一応小文字書き直しとかないとね、小文字もこれじゃなくて小さな、そうね、これ書き直しとかないと自由にね、なんかちょっと合わないんでね、あとこんな感じだね。これなんだ、ダッシュってと書いてるけどね、はい、こうですよね。結構一字を取れば取るは結構広く感じるから、それにコンパクトにしないといけないって。これ流し台で、洗濯機はね3つ入れたいんだよね。今3台ですからね、こっち使ってるのはね。そうだ、だけど今2つにしといて、10リットルとか今使ってるの 7.5 リットルですけど、 7.5 リットル以上だね。今私使ってるの 7.5 リットル2つと、ね、あとパナソニックのやつですね、乾燥機付きですね。で、まあ、乾燥機付きなんで男なんでね、干さない、もう洗ったらそのまま洋服ダンスの中に突っ込んどくだけですね。折りたたみもしないね、洗ってね干すことしないから、もう男だから、節約の乾燥機が付いてますからね、ドライ乾燥機、それから最後に暖房で温めて乾燥するってね、そんな入れといたらもう全部終わっちゃうんでね。で衛生的だしね。でこれ作ってて、ここだけ 4.5 畳がちょっと心配なんですよね。ここのとこ 4.5 畳、それでね、これダイニングキッチンが10畳しかないんで、ここガラスにして、こう見えるように、で光もこ
この光が入るようにするね。で全面的にこの窓もこう全部部屋にはマックスで開ける大きな窓を入れようと思ったよね。やっぱり設計上こういうふうに窓大きいでしょ。こういうような窓を設置するのがいいんじゃないかと思いますね。坪140万なんでこれでね、いくらかかるか計算しますよね。これ 8.19 ですね。かける8.19 ね、全体の坪計算で、坪だからこれまで 3.3 ですね。で全部で20坪ちょっとなんですよ。それかける140万なんですね。鉄筋コンクリートですかね。と2845万なんです、この平屋だけで。ね。それで、保険料と消費税がかかるんですね。と設置の寄付がかかるんで、約 1.5 倍かかります。かける 1.5 倍かかりますと4268万ですね。4268万かかるんです、これだけで。たった20坪の平屋のね。で、あと屋上もつけてますからね。屋上は駐車場全部にするわけですね。ここは道路で、ここから階段で降りるんだけど、直接上にね、この屋上に駐車できるようにね。で、ここにね、入り口作ってね、ドア作って、屋上に子供が入るんですね。これ電気自動車が好きなんで、電気自動車を置いてね。で、そう考えてるんですね。横は 8.19、8メートルちょっとだけなんですよね。で、土地を4カ所持ってるから、別のところにも建てるんだけど、ここはまず一つ置いとく。ね、こういうね、部屋。他建てるかはまたちょっとね、考えておいて。で、これ玄関入ってると靴がこう見られるように、このドアがね、右側に置いてないといけないんでね。それから、ここね、靴箱はこのようにしっかりつけてないといけない。窓もこれ、目いっぱい、窓目いっぱい、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 目いっぱいですね。目いっぱい、お風呂にも窓目いっぱい、こっちにも目いっぱいですね。と考えてるんですね。これもちょっと引いた方がいいかな。で、これな。まあキッチン10畳でいいんじゃないかなと思うんですね。あとちょっと問題は冷蔵庫は1個だけなんですね。今2つ置いてるからね、2つ置いてるからどうするかですよね。あと収納はまあ結構つけたんですけどね。クローゼットも大きいのつけたし、ね、これまあクローゼットってか物入れね。これはね物入れ。ね。こっちクローゼットっていうか、これも片方物入れって言うことね。ね。その方がわかりやすいでしょう。ね。で、これでなんですよね。かなり大きい冷蔵庫を2つ1つねこう置かないといけないですね。大型だね、超大型でね。ただの大型じゃダメですね、1台だけだったらね。ということですね。冷凍庫も別にしておかないといけないからね。床収納をつけたいね。床収納をつけさせるの嫌がるんだよね。
なぜかな、わかんないけど、こう床収納つけたいね、ここのところね。だよね。あとこのガードがね、やられてるんですよ、こう降りるとこ。ここのとこ打ち込みしないとダメなのね。電信柱、ね、何本か打って、ここでガードしないといけないと思うんだけどね。それにお金かかりますね、結構ね。基礎を作るのと、ね、この自動車が通る上の、ね、頑丈なね、橋ね、ここ作るの。それとここのガードがお金かかるね。それで 1.5 倍はかかるということですね。値切ってね。値切ってというか、効率よく頼んだね。良心的にね。という感じなんですよね。で、この配置っていうのは、入り口の配置っていうのは大事なんですね。この位置に置かなければこれが置けない。ね。靴入れが置けないんです、うまく。で、通り抜けづらくなるんですね。これだと、通りがこれしっかりしますでしょ、広く。広くしっかりして、こう、たくさん靴を置けるでしょ。また物入れるかもしれませんけどね。この位置っていうのは大事なんですね。あと、クローゼットと物入れ、クローゼット、物入れ、クローゼット、大事なんですよね。で、ここだけ狭いから、これ1個にして6畳にするとね、物入れがなくなっちゃうんですよね。これで困ったっていう感じですね。また、こっちに入れるのないから、これこっちにしようかっていうことね。これをね、こっちにして、ね。で、これ、物入れにするんだけど、これ広さに限界あるから。で、こうやってね。こうやると、これ、こっちも物入れね。そうするとね、こっちのキッチンの方にとか、いろいろ物を入れるところないから必要になるんだよね。だからこれないとダメかもしれないね。これ、用意しとこうと思うね。この方がいいと思うね。ね。で、ここのクローゼットのところにもこの物入れを置きたいんだよね。これ開けちゃうって、これ、2メーター奥までの物入れっていうのも問題があるんじゃない？収納場所大事だからね。自転車を置くとこどうするの？これね。もしあったらこれなくして、ここに自転車を置くんだね。これは大事だね。これどうするかだよね。まあ一番理想的には本当こうなんですよ。それで家の設計としては角がないということが大事なのね。これ角ないでしょ。全部四角でしょ。曲がり角でこれも。角をどこも作ってないの、こう。で、ここも角ないでしょ。角との、だからこう出っ張りがあるようなのは、角でぶつけやすいんですよ。だから良くないんです、設計では。これ、下手くそなやり方、設計なのね。で、これ全部ないでしょ、これ。角が。四角になってるでしょ、ちゃんと。そういうことが大事なのね。一つもないということ。子供はね、ぶつかったりするんですよ。だから、角がないだけで事故率がすごく減るの。これも作り全部角ないでしょ。角はここにあるのね。これは問題だね。この中で点数制でつけるとね、どこがいけないかというとね、ここです。こう角あるでしょ。角は危ないんですね。ここ一箇所だけあるね。ということですね。まあこういうとこも角あるから、原点になりますけど、あとここの角ね。だから実際1
校、2校、3校ですね、危険な場所っていうのはね、これ計算に入れるんですよ、間取りの設計でね。これ重大なんですね。あなたの家には角がいくつありますかで全然違うね。1個あるだけで100万限定ですから、ね、と思っててください。これね、一応つけといたんだけど、これは取り下げたかったの。角ができるでしょ、これ。角で減点なんですよ。あと、ここも減点。だから、こう丸くしないといけないね。丸くしないといけない。そうすればいいんだけど、減点なんですね。設計上の減点なんですね。まあ、1点、2点、3点、ね、この角。1、2、3点なんですね、この間取りの設計で。よく見ると、間取りの設計でね、角は多くあるところがあるんですね。これ減点でね、ダメなんですね。落第ですね。一個でもあったらもうアウト。これはね、大事なんですね。あの試験問題でね。間取りの設計の試験問題では、ね、落第になっちゃいます。それでね、それでこれつけたくなかったんだけど、1でね、こう物置く自転車置いたりするから、ここ置いていたの。これをつけてこないと、こう間違ってこのドアの位置を真ん中に置いてたでしょ。ギリギリ右に置いてますから、これ。ね、だそういう意味で、これをちょっと収納する、ね、下駄箱を入れておきました。わかります?そういうことです。あと、これ、大型使うから、ね。大型冷凍庫だから、こうなってもらうね。こう。こんぐらい大きい。これだったらぶつかるとこないでしょ。ね。で、これもね、こう前回だけども、ここまでの窓にしましょう。ね。これだと、ぶつかるとこないでしょ。ね。ね、ドアだからね、ここはね。ドアはぶつかるからね、ドアがね。ドアのとこはもう、ここ、ドアですから、そこね、どこだってぶつかるわけですよ、この角が。開ければこの角ができちゃうわけですからね。これはしょうがないですね。これは減点なんだよね。注意しないといけないのは、窓と換気とか、本当ね、2つ以上置きたいんでね。ここ2つでしょ。この部屋2つでしょ。これ1つなんだね。まあ、いつも常時とか2つぐらい窓があると安全なんだけど、ね。しかし、ここのとこは、窓はね、これ、いっぱいにしたいね。ね。やっぱね、いっぱいにしたいね、ここはね。で、柱的にね、鉄筋コンクリートも、ここと、ここでしょ?この強度。この窓によって強度がね、だいぶ、減されるんですね。だから耐久性のある縁のある強いね、鉄骨のね、縁が必要なのね。この窓。この窓のとこの開き間に重圧かかりますから。ね、上駐車場だからね。だけども最近の技術では、このいっぱいに取れますから、このバルコン住宅ね、これいっぱいでしょ。こんないっぱい取ってるんですよ。ね、驚くでしょ。これ上があるんだからね。屋上まであるんでしょうから。ね、屋上まであるんですよ。という作りはね、窓いっぱいでしょ。すごいでしょ。かなりここの縁のところのコンクリートも流してないわけですよ。これ鉄骨なんですね。ここはね。鉄骨だけなんですよ、ここも。
コンクリ流してないんですよ。ここも全部ここ鉄骨なんですよ、丈夫な。でここ鉄骨支えだけなのね、コンクリート流して、鉄筋コンクリートだけ全然使ってないのね。これよく注意してね、これをよく注意してね、設計上こう入れるとこのとこに鉄骨流せないから、丈夫なねこの柱が必要なわけです、ここのとこ。でビルみたいにでっかいまんまりね柱とかあれは高いからしょうがないけど、この場合はね平屋だからね、耐久性では細いので丈夫なやつであれば耐えるわけですよね。でこういう形作ったらこういう家をね4軒ぐらい建てたいですね。だ住みやすいように同じ家間取りっていうのはいいよな、最善のものを考えるのがいいかもしれないね。今週正確にね鳩がない揃ったやつですね、建てるのは非常にいいですね。あと何が問題、フロアをこういうふうに枠にいっぱいですね、ジャグジー付きということでちょっと大きく広くしたんですね。で今地下水から取って、その水道ね、水道からも取れるんだけど、道路からね、自分のところに地下水があるからそれを汲み上げてるからね、今のところ汲み上げはね、高くすると上に組み上げないといけないよね。そうすると嫌だから、2階までだったら上がるからね。で、モーターパワーはね、最初にしてるから、もしかあったらパワーアップすれば上がるから、3メーターぐらいだったらね。だから直の方がいいかもしれないんだよね。結構パワーあるからね。今の地下水は。で、一つの地下水でも、ステンレス製のね、埋め込みモーターなんですよ。昔と違ってね、性能がすごい抜群といいんですね。で、消費電力なんですね。1キロでもハイパワーなんですね。ハイパワーで出せますから。で、このトイレですけど、ウォシュレットじゃないとダメだけども、あれね、溜め込み式の方がいいかもしれないね、やっぱね、これはね、トイレはね。前使ってたの溜め込みじゃなくて、水道の圧力でずっと流れたんだけど、ね。地下水の方だから、溜め置きのあるウォシュレットだね、水がね。こっちもそうだったしね。水水引けばパワーがあるから平気かもしれないけどね、ちょっと高台の方だからね、両方引ける使えるんですよ、ここはね。何が問題かなっていうことですね。こう場合によってはこの2つドアついてるといいかもしれない、この上。そういうのも考えるね。ここにも物入れもね。怖いかな。これはいいかな。ゴミ、いろいろ、ゴミが入ったりするから。まあ子供の家は洗濯機が2台しかない、3台入るとこはないんですね。洗濯機もう1台入るとこ欲しかったですよね。でこれ大型ね、超大型のね、冷蔵庫
あるかな、あるわな、それはな。で、パナソニックなんか超大型ないからね。ただの大型だけだからね。ただ消費電力のすごいのがあるんですよ。だからね、まあちょっと実際市販されてる大きさにしてもね、こんななっちゃうからね。それでも大型ですからね。で、冷凍庫専用のねとかないんだな、入れるとこはな。ここに入れるか物入れの中にね、ということも考えてますね。食器なのはこのキッチンの上に置けるでしょ、ね、で、多く皿を置かないから。あと、自動洗濯ついてるやつもあるんだけども、やっぱり洗濯機だね。洗濯機じゃなくて皿洗い機ね。自動皿洗い機、これないときついわな。男は手洗うときに、やっぱ食器洗うのめんどくさいからね。自動じゃないとね、突っ込んだら洗ってるとかいいでしょ。そんなことまず考えられるね。これね、本当になるのね。ここのとこね、もうちょっとここら辺までにして境界線ね。で、これを伸ばして、で、これを半少しやっぱ伸ばし、狭めてずらしてずらして、ここを広くするからですね。6畳にできないかって言ってね。これ半分でしょ。ここまで6畳でしょ。ちょっとここに入れ物入れにして、これずれるわけでね。そうね、ずれるね。そういう方法もあるね、ここはね。ここ 4.5 畳って狭いもんね。1メートルじゃなくて50だけにしておくっていうね。910だね、ここはね。外側の壁とのさ、あれがあるから無理だろうな、実際窓いや目いっぱいだけど、すっぽが狭くなって壁の厚さがもっとあるから、実際は。で、実際いくらだったっけ ?4268万だね。4268万。4268万かかるんですね、全部でね。これ、あるよ。これですかね。ということでした。半間陽先生が今、検討中の間取りでした。